です。です。今日明日と釣りフェスティバルになるので、そのね裏側的な感じで撮ろうかなと思います。で、本当は泊まる予定なかったんですけど、釣りフェス2日目の私のプログラムが遅くて、で明日がもう午前中入りなんですよ。で、家に帰ってるとね往復2時間かかっちゃうので、ちょっともうこれは泊まろうと思って、個人的にホテルを取ったら部屋番号が1024だったんですよ。まさかの私の誕生日ということでね、なんか運命感じましたけど、それでも今日何も食べてないんで、とりあえず今5時前ですね。5時前で7時50分会場入りなんですよ。なのでちょっとまだ髪の毛とか何もしてないんで、とりあえずご飯食べて髪の毛とかセットして会場に向かおうかなと思います。本当会場はこんな感じです。おはよう。お、回してんの。はい。お、いいじゃん。ルーキングTVです。お、いいじゃん。あ、ちょっとチャンネル登録。ウキウキフィッシング。ちょっとリンク載せてよ、ここに。あの、概要欄にも、いちきちゃんがね、載せてくれるということで、ほんと頼むよ。ほんと、ウキウキフィッシング。絶対に載せない。今年、去年は、いちきちゃんが約束守ってくれなかったけど、今年、2022年はいちきちゃんとバス釣り対決やりますから、よろしくお願いします。絶対やらない。視聴者、もうこれでは、今年これっきり。違う、これ、ほんと、いいねが、100いいねついたら、まず、いちきちゃん頼むわ。まあ、バットつけました。三島さん、よいしょ。前世代アンクラーズアイドル一木カレンさん、一木ちゃん、よろしくお願いします。一貫編集長小林直樹さん、どうぞよろしくお願いいたします。一木さんは、はい、アイジ系は普段から使います？アイジ系、それこそ井出さんが言ってた足の子に去年から通い出したので、IGKは結構使うようになりましたね。このハードプラグの IGKっていうのはよく使うようになりました。はい、ミドストとかやるの？ミドストもやりますし、それこそ霞ヶ浦では白魚パターンとかで使ったりとか、はい、特に今の時期よく釣れる重宝なので、しかも意外と引っかかったりするんですよね、ガードがないと。それも好きにフィールドによって変えれるのはすごいいいんじゃないかなと思います。第11代アングラーズアイドル一木カレンさん、ありがとうございました。月刊バサー編集長小林直樹さん、皆さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。バイバーイ。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。今からリハです。ぶんちゃん、今からリハ行ってきます。ちゃんと空気読みますか？大丈夫ですよ。
あとアイカさん、アイカさん待ち、大鳥が、大鳥が初代大鳥がなかなか来ないですね。いや楽しみですね、本番。あ、来た、アイカさん、アイカさん、ちょっとミュージックステーションまでちょっと言わせて、お願いします。すごい、なんか今回いいっすね、なんか今回いいですね、うん、衣装いい感じ、だんだんオーディションも進化して、なんかかっこいい、衣装がかっこいい、みんな、ブンちゃんちょっとバカバカしてて会えなかった、ね、そうなんです、ちょっと離れて、ちょっと距離離れてました。私来てる。え、こって行きますよ。行き、絶対。いや嘘じゃない。行きます。行きます。今年はちょっと日本を飛び回りたい。じゃあ来れるタイミングに、はい。はい。ちょっと石川邸に早く行きたいです。早くあの緑のソファーに座りたいです。私は。そうだね、はい。座らせていただきたい。はい。今年目標なんだ。私？今年の目標、めっちゃオレンジじゃない画面、まあいいや、あ、本当ですか、目標もっとね、アクティブに、そうだね、アクティブに、元気に、お願いします、健康第一、皆さんが本番やってる時、打ち合わせが始まっちゃうんで、ちょっとだけ見てもらっていいですか、はい、ありがとうございます。12代目終わるけど、もう間もなくなりますので、ステージ袖に、このステージ出たので終わります。寂しいね、皆さんが選ばれる最後の仕事な、頑張る、頑張ろうこの後の進行は一木かれんさんにバトンタッチさせていただいて進行していただきます。一木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんな1年でした。まだ時間が余ってるんですけど、なんか言いたいことある人います？まだ私の写真がまだ出てないんです。あ、なんかしら、絶対なんでかな、なんかいろいろあるよね絶対的に何かハミゴにするような会なのかな、これはい、ということで、グダグダの MC で本当に申し訳なかったです。先輩たちありがとうございました。そんなことないよありがとうございます。はい、この後13代目が決まるということで、すごく楽しみです。今年も1年よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで、歴代 MC が終わりました。すいません、皆さん、お疲れ様です。ごめんなさい、皆さん、すいませんでした。そんな謝ることじゃないよ、全然いいじゃん。あ、本当ですか、うん、らしさ出てました。なんかね、すごいなんかちゃんと台本読んできたんだなその後にこけたところから、うん、ぽいよ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 って、その味出してくれた、よかったです。いや、でめっちゃ真面目でさ、はい、そう、ね、読んでた。いや、そうなんですよ、間違えちゃいかんと思って途中からそのなんかぽいアングラーズアイドルっぽい感じその前にトーク伸ばして伸ばしてって言われて、これ何、私が伸ばさないといかんのかと思ってで、自分のことでいっぱいいっぱいになって、ぶんちゃん喋ってないことをすっかり見ちゃって、ひどい、皆さん聞きました自分でいっぱいいっぱい。13代目がいよいよ決まります。エントリーナンバー決まります。反応取ってくれ、はい、エントリーナンバー4番、誰だろうか、エントリーナンバー5番、なんか口黒い気がする、なんかこれか、あ、これか、黒いにしてる、その照明感、誰かな。それでは発表いたします。誰だろうか、でしょうか、誰だろう、誰だろう
第13歳アンクラウドアイドルはエントリーナンバー4番リンゴ・アスタさんに決定いたしました。おめでとう、アスタさん、おめでとう。すごい、思い出す。この後フォトセッションです。ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張ってね。よろしく。ありがとうございます。いいなぁ、私が畑さんの役目みたいな。いや本当ね、なんかしっかり役目をなんかこなしてる感じがするね。畑チルドレンです。畑チルドレン。しかもね、この新代から旧代に五代目にまた五代目に移る。自分自身や。またあの白壁の前で。本当に。辛い。扱いが違うよ。また言ってる。私その動画何回も見ましたから。本当にもう。さ、綺麗なちゃんとさ、ね、日朝校のバッグがあってな。囲まれて。そうですよ。このね。本当ですよ。見てください、こっち。裏だよ。ベニヤが見えてる。見たね、見た。これが、でもこれが見たかったんだろう、みんな。これが見たかったんだろう、お前たち。そこの男子たち。フルーキングやろうとも。負けんなよ、負けねえぞ、こっちも。生きていくために。生きて、そうだよ。爪痕残さなきゃいけないんだよ。若さで勝てないんだって。爪痕残すしかないんだよ。頑張るしかないんだよ。見とけよ、前たち。ひどい、ね。ひどい。進み方がいい。これはちょっとひどいです。バンタムですか。バンタムのやつですか。バンタムだ。あ、本当だ。最初からそうなってる。バンタムのロゴにバンタムの理由です。はい。で、トライトを特集してまいります。はい。はい、パート2はいらないですよね。まあ、パート2は言っても言わなくても、どっちでもいいと思います。ここは。行ってきまーす。さあ、皆さん、いよいよ佳境になってきましたよ。次フェスティバル2022。このプログラム、アシスタントを務めてくれるのは、はい、第12代アンドラバルの。終わりました。お疲れ様でした。ツリーフェスティバル2022、無事に終わりました。お疲れ様でした。そして13代目ジェンのあずさちゃん、おめでとうございます。これからよろしくお願いします。はい、来年こそはね、もうリアルでツリフェス開催してほしい。もうぜひしてほしい。できるような世の中になってほしいですね、早くね。はい、ということで、視聴していただいたツリフェス視聴していただいた皆さん、コメントくださった皆さん、そしてこのチャンネルの今動画を見ていただいている皆さん、ありがとうございました。ほいじゃのー。